嬉しくないわけがなかろうわ。トレーナー冥利につきますよね。自分の選手が世界一になる姿を見るのは。トレーナー冥利、もはやそんな感じを超えておるよ。奴はわしにとって世界一の高校息子じゃ。出来上がりまちった。わー、なんだこれは。見本通りだぜ。どこがだバカ野郎。やがし。さて次は貴様の番だ。ふざけんじゃねえよ。俺たちは負けてねえだろうが。俺様は勝てなかったらと言ったはずだ。引き分けだろ。見てじゃねえかよ、クソジジェ。貴様というやつはなぜチャンピオンらしくできんのだ。親子もめな。何じゃこれ。何でも